その座席で体を固めていないといけなかったのは辛かったけどずっとあなたが隣にいたから全然苦じゃなかったよ <laughs> 何を考えにふけているの聞いてる <laughs> ええ、見えますとも、あなたこの国も変わってしまったわね私たちが新婚旅行で来た時とは大違い すっかり荒廃して観光地って感じじゃないね。あんなに大きかった銅像もメルヘンだった建造物も爆撃でボロボロになって。まるで今の私たちの関係みたい。だけどね、見て。空は青く澄んでる。今は楽しみましょう。あなたは清々しいでしょ この旅行を最後に、私たちの関係、やっと終わるんだもの。よかったね。このビアガーデンはまだ現役みたいで。新婚旅行で寄った時は、もっと活気があってさ。お酒を飲んで踊る人たちに混ざって、一緒にワルツかタンゴかわからないけど、あなたと私で手を取り合って、ダンスをしたよね。 あなたは私が通訳してあげないとこの国の人と喋れないはずだったのに人柄でしょうねなんだかんだですぐに仲良くなって肩を組んでお酒を飲み始めちゃってうるさい笑い声もまずいお酒も嫌いだったけどなんだかあなたと一緒だと騒がしいのも苦いのも心地よかった。 それが今はがらんとして見る影もないけど。今やあれが存在するのはあなたと私の思い出の中だっけ。あの日の確かな幸せはもう誰にも信じてもらえないんでしょうね。あのさ、せっかく旅行にまで付き合ってくれたのに、わがままなのはわかってるの。 だけどあなたは私の元を去っても、ちゃんと覚えていてほしい。私とは、幸せな日々もあったんだって。正直ね、まだわからないの。なんであなたが私のことを嫌いになったのか。理由も聞いたし納得もした。でもどこかずっと引っかかってた。だけど、もうそんなの関係ないよね。 あなたが私といると幸せじゃないって言うなら、世界で一番あなたを愛する者として、世界で一番あなたの幸せを願うものとして、しっかり手を引くべきなんだよ。うん。今回の旅行に付き合ってくれて、本当にありがとう。あなたにはね、思い出の場所にもう一回来たら、何の未練もなく別れられるって言ったけど、 本当はそんなつもりじゃなかったの。もう一度一緒にこの国に来たら、もしかしたらあなたが新婚の初う々いういしい恋心を取り戻してくれるんじゃないかなって思ったの。でもダメだった。うん。わかってる。これはけじめなんだ。この後輩した年は、なんだか私たちみたい。 時間が過ぎたらいつの間にか知らないうちにボロボロになってた。それに、崩れ落ちた瓦礫を積み上げて、元の町に戻すなんてことはもうできない。それほどに、亀裂が致命的なの。進み続けるしかないんだよね、きっと。一回全部壊して、一から作り直す。 そうしないといけないここであなたと私が分かれて別々の道を進むのが倫理的で理性的で絶対的に正しい道 <laughs> 私もう吹っ切れたこのままあなたは日本に帰ってそしてもう私に見つからないところに行ってしまってよ <laughs> お願い のに悪い私は明日帰るから、もう絶対私の前に姿を現さないでね。もし私に会いに来たら、揺らいでしまうから。そしたらもうあなたのことを話せなくなりそうだから。お願い。もう行って。早く。 さようならなんで来たなんで今日は昨日の今日なんで来たなんでとりあえず中に入れいいからもう中に入れ <laughs> もう来るなって私言った あなた来た。なんで私が好きなんでしょう。そういうことそういうことだよね押し倒されて嬉しいよねねえ、ねえ。うん。私好きだよ好きだよってパスポート何それへえ。 それがないと帰国できないの私知らなかったな。え私知らなかったのうん。私知らなかったよ。え <laughs> 私の胸ポケットえ <laughs> これがあなたのパスポート <laughs> あれ おかしいな。なんでここにあるのかな。なんで涙がこぼれてくるんだろう。あれあなたの幸せ一番大事だから日本に返そうとしてたのにな。私、あなたを手放したはずだったのにな。あれ あるなぁ。パスポートが私の胸にあるなぁ。おかしいなぁ。あれあれちゃんと送り出す気だったのになぁ。ほんとだよあなたが行っちゃうと思ったから、カバンからパスポートを抜いてたのううん。そんなことしないよ。私しないよ。ちゃんと返したもん。ちゃんと返したはずだよ。<laughs> ねえ。 違うんだよね。信じてよ。ちょっと、ちょっとだけ、最後にあなたの顔を、パスポートのあなたの顔を確認してあげようと思って。変な顔をしてたらよくないでしょだから妻の私が確認してあげないとと思って。みんなに笑われないように。よく見たら、今のあなたの顔もよくないわ。 普通に歪んでいるもの。かわいそう。かわいそうに。私が膝枕で癒してあげるからね。癒されてね。うん。癒されよ。ダメ動かないで <laughs> うん。うん。よしよし。行こう、行こう。そうだね。うん。もちろん別れるよ。だってあなたの願いなんだもん。 ちゃんと別れる。うん。別れるよ。<laughs> あれごめんね。痛いよね。なんだかね。おかしいな。あなたを掴む手が全然離れないや。指が食い込んで痛いよね。ああ、ごめんね。どんどん顔近づいていっちゃう。キスしちゃうね。しょうがないよね。おかしいよね。 <laughs> なんだか、体おかしくなっちゃった。壊れちゃったみたいな。心臓が痛いや。手のひらがジンジンする。トクトクする。でも、あなたに触れてれば大丈夫だよね。もっと感じさせてよ。ああ、もうあなたを逃がせない。この国から、この部屋から、私の腕から。 あなたを直接感じてもいいよね。うん、いいよ。<laughs> ありがとう。